赤羽橋は東京都港区の古川に架かる橋。また、北西側にある都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅周辺を指す地名。東京タワーから見下ろした図。高架の下に架かるのが赤羽橋。北東が芝公園4丁目。北西が東麻布1丁目。南西が三田1丁目。南東が芝1丁目。国道1号桜田通りの一部で、北側の赤羽橋交差点で、東京都道319号環状3号線、東京都道301号白山岩井田町線と交差する。上部は首都高速道路と新環状線に覆われ、芝公園出入り口で周辺道路と接続する。歌川広重、名所江戸百景、増上寺等赤羽始めか年代は不明だが、小宝江戸図には橋が確認できる。延宝3年古川の浚渫工事に伴い木橋が架けられ、寛文7年頃古川の広務復工事により土橋となった。修復は近隣大名の付き番で行われ、文政頃には久留米藩、有馬頼則、高知藩、山内豊助、伊予松山藩、松平忠通り、浜松藩、水野忠邦、川越藩、松平成経、郡山藩、柳沢保康、新庄藩、戸沢正種、三春藩秋田幸喜、丸亀藩、京極高明、島原藩、松平忠公、臼杵藩稲葉幾通、新松藩毛利元頼、佐土原藩、島津忠徹、芝村藩、織田長行の14家が担当していた。この時の橋は、長さ11間、幅島2尺、高さ3尺5寸。古川のうち、赤羽橋周辺は特に赤羽川、中の橋との間の貸し地は赤羽河岸と呼ばれた。北西側の貸し地では、魚商人が毎朝ちょっとの間、立ち売りを行ったため、ちょろ河岸と呼ばれた。橋の北東側には、増上寺裏門赤羽門があり、寺への延焼を防ぐ避暑地として、赤羽広小路が設けられていた。橋の南側は、江戸時代初期には農村だったが、明暦年間久留米藩有馬家上屋敷、寛文7年芝松本町1丁目、2丁目、芝新網町台地、芝中門前3丁目台地が成立し、市街化した。文政元年、久留米藩が国元から藩邸に水天宮を勘定して賑わったが、明治4年、青山に移転した。文久3年4月13日、浪士組を率いていた。清川八郎が橋近辺にて暗殺されている。1872年、久留米藩邸跡は芝赤羽町となり、1967年まで存在した。都電時代は橋上を三田線が通り、南側の赤羽橋停留場で古川線と接続していた。ありがとうございます。